はようございます、今日はまだ2月末なんですけど、春を先取りして、ミノ、まあ、プラグ系をメインに、ジャークベイトと、まあ、シャットでちょっと早春の、まあ、バスがシャローを意識して上がってきたやつを狙って、ちょっと気温も今日は暖かいんで、早春のバスを狙っていきたいと思います。春の定番といったらやっぱりジャークベイトですよね。まあ、もちろん冬も釣れるけども、やっぱ春のメスは卵あるんで浮きやすいんですよね。まあ、浮いて卵を温めるっていう、まあ、習性があるんで、その浮きやすいんですよね、メスは。で、今これリレンジのサスペンドを使ってるんですけど、そのリレンジのサスペンドだとちょうどやっぱり目線、まあ、バスが浮いてる目線に合わせやすいで、こういうジャークベイトが有効になります。でもちろんタダ巻きでも釣れますし、ジャークを入れたりして釣れる時もあります。それはもう使い分けで、杭に浮いてそうだなとか、まあ、ストラクチャー周りに浮いてる場合は結構ジャークして、あのチャンチョンってやって止めてバスに追わせる間を作って食わせてあげたり、まあ、もしくは硬いとことかを、石積みとか、まあ、すごいガレガレしてるようなとこはただ巻きで、まあ、そこの辺に上がってきたバスを狙うっていうためにただ巻きで使用して、狙うことも可能です。だから結構ジャークベイト、まあもちろん深いとこだったらダウズビドとかないんですけど、浅いとこは基本おかっぱりで水深が浅いようなとこやるときはこういうリレンジの110、130でもいいんですけど、ちょっとやっぱ110の方がベイトのサイズにマッチしてると思うんで、そうで、やっぱりリレンジは重心移動システムがあるから、風吹いてても向かい風でめちゃめちゃ飛ぶ。これ一番大事だよね。うん、ミノはミノってやっぱ飛距離出ないじゃん今日。あ、ヌートリア。クソでかくねあれ。あれラスボスでしょ多分。あれ絶対ラスボスやのに。クソでかいやろヌーキャン。かわいいっすよね。いやマジかわいい。触ったことあります？いや触ったことはね、怒られたことある。え、ヌーちゃんに怒られた。あっつって言う。必殺バイバイでしょ。ちょっとまあミノから今度はディービルシャット、フローティングタイプのシャットで、すげえちょっと物が引っかかりやすいものがすげえ自分でて、このフローティングタイプのディービルシャット、ちょっとこれでいってみます。これはねやっぱソウルシャットと違ってちょっとクランクベイトに近いシャットで、少し波動も強くて、浮くんで根掛かり回避能力にかなり優れてるシャットだから、結構五三川では対応するんですけど、まあ、ソウルシャットはどっちかというと弱い波動のシャットで、このディーブルシャットは強い波動のシャットだから結構、まあ、爆風とか こんな感じで、あとはもう超濁った時で、昨日雨めっちゃ降ってて、で今日すごい濁ったんで、ちょっとアピールを強めにしてやりたいんで、ディーブルシャットは本当
ダンクに近いか、ね、流れてるね。うん、流れてるってなるとさ、やっぱああいうやっぱワンドだよ。しかし、いよいよ春だ。楽しくなってきてね。よし、タクちゃん、タクちゃんでいきます。タクちゃんすげえ釣れるからね、この感じ。結構俺次第でも釣ってる。カスミと水の色が似てるから、うん、多分そうだね。先生、サプライズ。先生、ほんと外れました。外れた。こういう時、こういうハードボトムは油外しはもう完璧。流れがねえから、こういうワンドとかじゃないのがいいのかな。確かに。ね。ああいうストレート形状のところがいいのかな。対岸巻いてみるか。うん。ね。大きいですね。はぁ、やったー。ディーブルシャットできたよ。いやー、危ねえ、外がかり。いやーね、これマジ上がってたね、やっぱシャローに。もう2月後半だけど、早春を意識したいい釣り方で。やったね、ディーブル、ディーブルクランク。やった、タクヤさんありがとうございます。タクヤさんありがとうございます。やったよ。あぶねえ、見て見て、一回さ、あの巻かれたからタクヤさん伸びてる。やったね。シャーディーブルシャーって。やったよ。もうこれちょっと完全にまだまだプロトなんですけど、リボの 69L のベイトフィネスのタックルに、ベイトフィネスのリールをつけてディービルシャットの穴巻きで、今完全にグイにコンタクトした瞬間になんか外れて寝かかったかなと思ったらこいつでしたわ。いやー、いいバスやで、ね、これ。早春のディービルシャットクランキン、シャーッとで。イエーイ。Thank you。 シャー。
気持ちいい。いやもう拓也さん様々っすわ。ディーブルシャットのババタクロバンクロディーブルシャット、これは55の MR MR で、かなりやっぱそのすげえ引っかかる場所なんですよね、このノコさんの、ホテル裏よりかなり上の、まあ、かなりじゃないですね、ホテル裏より上の、まあ、この赤い橋が目印しますけど、この辺のまあ中流域ですかね、中流域の、ハードボトム、足元のハードボトムエリアで、杭とか、まあ、でかい岩とか、あとはやっぱすげえ引っかかるような、布とかレイダウンとかもいろいろ沈んでるんですけど、あとは濁ってて風も強かったんで、波動の少しクランクに近いタイプの、ディーブルシャットで、色もちょっと水中の中で目立つように、この拓也さんのババテクガンクロで巻いたら釣れました。やったー、よし、あともう一本釣りたいね。ぽいだな、つねえ、えげつねえ、今見た今、ちょっと無理無理、これ絶対無理こんなもんマグロやで今の見た今スパーンあれ入ったかな、いやもうマグロやのあれやろ、どうやっても無理でしょ、頑張れちゃんちゃん